これで次王で受けて王で攻めて終わったら勝ちだからね。そうだよ。いやでもあの今の風を感じ始めたってところだから。そうだ、ね、あ、椅子の風感じた。感じた感じた。どんな匂いした。匂い、磯浜みたいな。本当にカムに包まれるって相当だよ。言われてるぞ。さあカムから、はい、うんうんうん、そうね。じゃあ馬で。違う違う違う、最初あ、伏せる。あ、ごめんごめん。何か1枚出して、うん、馬で攻めるか。では何かを伏せて。小声で言うなよ。金で攻めます。はいはいはい。ほうほうほう。じゃあパス。味方なんだよね。全然もうなんないと、うん、パス。じゃあ金でいけます。どうやって攻めていこうかな。ちょっとね、ちょっと挽回したからちょっと慎重になってきてね。さっきも、ね、なんか何でもいいよ、強気でね。じゃあ馬で攻めます。馬か。王で受けます。おお、そうね。これトリプル、トリプルじゃん、ダブル王がなくなった。勝ち目がない。勝ち目がない、ね、ダブル王取らなくても勝てるからね。死で攻めます。うん、地で受けて、うん、馬で攻める。馬で受けて、金で攻めます。おお、うん、パスパス。金で受けて、操作の操作のどこの里かしら。ぜひ、銀で攻める。じゃあ銀で受けて、いいよ、ゆみちゃんいいよ。なんと、なんと火で攻めます。あ、いいよいいよ。パスパス。じゃあ王で受けて、あ、火で攻める。じゃあ火で受けて、そういうことか、火で攻めます。そう、そういうことだ。あ、そうか。パスパスパス。お、伏せて、お、上がったー。ちゃんと見えないけど、ごめんなー、風感じた。風感じたー。いやー、ダメだな、角とか持ってたからな。ったな、一発で勝てるとは嫌られてなかったんだよな。20点。あ、じゃあ、ヒロの両替しよう。あ、あ、なるほど、大丈夫かな。大丈夫、オッケー。運と、うん、戦略がいいバランスを持っている最高のゲーム、ゴイタ。アミ君今日さ、うん、何しに来たの。アミ君今日ゴイタだよ。いや、風感じた方がいいよって相手に言い出してから完全に流れうちらになってきてるんだけど、アミ君今日ヒロにもう散々お膳立てしてもらって、自分は10ポイントとしか取れてなくて、なんか勝ち方を教えてってこっちが聞いたときに、勝負の局面変えるような一言言って、何しようか。なんか全然いいことないけど。あ、味方、味方なの。うん、俺らの味方なの、むしろ。いや、いや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 、俺風吹かしてる方だから。あ、アミ君って誰だよ。俺は牛質だよ。すげえすげえ、牛質ワクワクドイツゲーム実況で。ドイツなのか牛質なのか、ドイツなのか牛質なのか。しかもちょっと名前似てるから。俺から風吹いて、たまたまヒロに向かうところが、うん、ちょっとなんかモンスーンとかにやられちゃって、ちょっとブレちゃった。なるほどね。じゃあ弓ちゃん行ってみよう。発生源だと思うのかな。じゃあ、どうしようかな。角で攻めます。角で行けます。うん、うん、どうやって行こうかな。死で攻めます。うん、死で受けて、死で受けて、
ドゥドゥ。なんか遅くなる。馬で攻めます。パス。とりあえず馬で受けて。さっきこんなの負けて金で攻めます。うん。じゃあ結構馬とさ金よく使うね。大好きだね。パス。金漏らしました。馬、金で攻めてるね、うん、あーどうだろう、まあ出しとこう、金で受けます。で、ユミちゃんのことだからきっと馬持ってるはずだ。馬ですよ。パス。パス。パス。残念。馬は持っていました。馬で受けます。おい、風感じてんさあ、どうしていくか、なんか難しい展開だな。風が変わり始めたかも。牛質からの壁が、牛質風が、よし、じゃあ死、死で攻めます。まだ大丈夫だろう。死で受けます。銀で攻めます。銀では銀で受けて死で攻めよう。じゃあ死で受けて、あと金で攻めます。どうしようかな、どうしようかなってこと、選択肢があるってことですよ。ああ、そういうことですね。憎らしいですね。じゃあ王で受けて、王で受けて金で受けてもいいところ、王を選んで王を出しました。銀で攻めます。パス。早いな。まあどっちだ、なんなの、どっちって。いけるかなと思ってんだけどな。いや、ってことはちょっと怖いな。いけいけいけ、いや、いや、いけると思う、俺は多分。いや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 、え、そう思ってるってことは、ん、あ、そういうことか。じゃあパス。それかもしくはそのもう一つしかない可能性は、うん、パス。パス。オッケー。うわあ、危ない危ない。いやー、王を止めといてよかった。私は出すものを間違えたんだよ。ここでこっちを出すべきだったんだよ。おー、間違えちゃった。ちょっと両替。でもどうせ王で取られてたんだけどね。そうね。そう。よし。今ヒロ120点。最後にこっち出したよね。そう。だから今日の点数が20点。もう着々と、うん、ちゃんとね、あと20点で勝利だよ。単純なように見えてね、結構考えることがあるね、うんうん、奥行きがあるよね。枚数があと何枚あるとか、そうなんだよ、誰が何だろうね、うん、さあ、じゃあ決めてしまおうか。決めてしまおうかな。決まるかな。いやいや、そうは1枚伏せて、よし、じゃあどういこうかな、うん、じゃあ、まあ初回だしね、死で攻めます、うん、死で受けます。早い。そうだな、銀で攻めます。おほう。パスしよう。パス。パス。マジで、やった。うん、なんでも起き放題。うん、そうだな、伏せ放題。じゃあ死で。はい、これ伏せたいねえかねえか。これバニーズ。怖え。 C で1、2、3ってあるんだって思っちゃう。いや、わかんないからね、まだね。ブラフ、ブラフ、わかんない。うちのカメはブラフ貼る男ですよ。このリアクション込みで実はね。いや、もしかしたらあの漢字読めてないだけかもしれない。ああ。死は漢字じゃねえけど、あれだけ馬とか金とか言ってるのに。死と読む。なるほどね。あれ、あの火をあのちょっと江戸っ子なまりみたいなね。死へ、死へ。C じゃんすか。パス。パス。文脈が出せない。火で受けて、どうしようかな、難しいな。馬で攻めますと。馬か、馬かどうしようかな。出そう。王で受ける。攻めるね。いや、もう下がれないかね。俺思うに、俺思うに、
これユミちゃん持ってんじゃねえかなって線書くで線ユミちゃん苦笑いもうこれで書くはなくなったからアミくんが持ってたよこれさてここでヒロに何を回すかだよなあと4枚だから、うん、効率よく出せればね勝ちなんだよなちょっとユミちゃんに止められるかもしれない模試以外で取るんですか馬で攻めようそれは私が馬マスターとしてのことか馬をマスターしているような馬をマスターしている馬スターユミヒロが持ってなくてカムイが持ってるやつなんだろうなんだろうなんだろうなんだ何聞いたまつヒロ持ってないの問題だろさあどうするんだろうなねあそっかこれから攻めるんだよねなんかこの組み合わせ多いな金って攻めますあ馬の金でね、うん、金あ持ってる持ってるじゃあどうしようかなそうねそっかどれ来ても返されそうだからなじゃあ馬にしよっかパスパスごめんおーいおーいそこ持ってた持ってた持ってた何が持ってる馬いや持ってない持ってないねこうパスパス私のラストホースだったラストホースかじゃあ決めてくれじゃあ行きますか最後だしおおもちろん50点150点これというわけで180点も稼いだ負けた、うん、俺たちがさあれだね、圧倒的だったね圧倒的だったもん、まあ、風がね、吹いてた風が吹いてんだ、うん、吹かして、受けて、うん、カップル内格差も圧倒的だけどいや、俺は風吹かすがアシストしてくれたよねアミくんから風が来てると思わずそうか、もうその風が吹かれてる、こっちになびいてるって感じてるのも思うつぼ、ね、手のひらの上だったってことですかそう、そういうことだよだ実際ね、うん、あの相手が何持ってるかみたいな推理してそのパスを、まあうんうん、わざと回したりとか、うん、あ持ってそうなやつだなみたいなのを推理して出すみたいなね、うん、なんとなく仲間がこれ持ってるかなとか、うんうん、その出した、うん、あのカードとかでね推理すると、うん、で当たってた時に、うん、ごいたを感じたみたいな言葉が通じたっていうのがね結構醍醐味をお届けできた気がするよね、うん、ね、うんうんで、これ今回ちょっと出なかったんだけどなんか C を最初にたくさん持ってたりすると、うん、ちょっと C 弱えからなんかあのちょっとあのご祝儀が入るみたいなルールとかもあったりして C が10枚あるから5枚来る可能性もあるっていうね、うんうんうん、っていうところもあったりするので、うん、なかなかね戦略もありつつ、うん、運もありつつのさすが伝統芸能ごいたという感じでした、うん悔しいなぁいっぱい普通に悔しがってる馬出してたからいいじゃんなんかね、馬はいっぱい持ってたんだけど最後に持ってなくてごめんねいやいやいやもうね、彼らがあれですよ彼らがこう、馬を要求して、うん、こう出し尽くしてしまったっていうだからそういう作戦がねああ、出させられたんだそうそうそうユミちゃんに馬とね、金をね、うん、出させようとしてたから、うんたくさん出した気がするもうバンバン金をね出してたからねユミちゃんだからユミちゃんがいい女だっていうことはこれで証明されたと思うやめてよやめてよ、やめてよ、つらいというご意見でしたそれでは、ここまでのご視聴ありがとうございましたありがとうございましたヒロですうたつワクワクドイツゲーム実況プレイ YouTube のチャンネル登録ニコニコ動画のマイリスト登録よろしくお願いします Twitter、Facebook のいいねもよろしくお願いします YouTube にコメントくれたらメンバーから返事しますごいたの